ただいま。今日部活終わったからお腹すいた。帰ってきたんだ。ねえねえお母さん聞いてき。何か隠してることでもあるんじゃないのか。この間のテストの点数悪かったことかな。まあ気づいてないだけで他にもあるかもな。お父さんはいつも気になる言葉を投げかける。ただいま。今日席替え最悪だった。そっか、あいつと隣の席なんて本当嫌だもん。おかげさまでいろいろありがとうございました。お母さんお母さん今日ねが邪魔しちゃダメだよ。では失礼します。はーい。別にお前のこと嫌ってるわけじゃないから。そうやって言われるとお父さんはいつも気になる言葉を投げかける。ただいまー。ねえねえお母さん今日テストの点数や。あれいないよ。お母さんは？お墓参り。誰の？交通事故で亡くなった。ほら、わからない？誰？受け入れなきゃダメなんだよ。もう死んで2年になるんだから。寂しくても悲しくてもここにいちゃダメなんだ。だから行かなきゃね、あっちの世界に。行こう。父はいつも気になる言葉を投げかける。じゃあ2人とも行ってくるね。